コーリー・ジョセフ・スパンジェンバーグは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ラッカワナ・グン・クラークス・サミット出身のプロ野球選手。右ト左打。NPB の埼玉西部ライオンズ所属。愛称は、スパンジー。A 級レイクエルシノア時代2011年の MLB ドラフト一巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。2012年は、参カの A 級レイクエルシノア・ストームでプレーした。 2013年は AAQ サンアントニオミッションズでプレーした。2014年も AAQ サンアントニオでプレーしていた。7月にテキサスリーグの月間最優秀選手に選出された。9月1日にメジャーに昇格し、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦にて8番サン・リーシュで先発出場してメジャーデビューした。翌2日の同カードでは9回に代打で登場し、 ブラッド・ジーグラーからさよならとなるメジャー初本塁打を放った。20試合に出場し打率292本塁打9打点出塁率313を記録した。2015年は開幕をメジャーで迎えた。6月にゼドジョーコの不調のより二塁手として出場することが増えたが6月27日のダイヤモンドバックス戦で 相手選手のスライディングで左膝を負傷し、8月中旬まで故障者リスト入りした。108試合に出場し、打率271、4本塁打、21打点、出塁率333を記録した。2016年は大体いい4等筋を損傷したため、わずか14試合の出場に終わった。打率229、1本塁打。 8打点、出塁率、302を記録した。2017年のスプリングトレーニングで三塁手に、コンバートされた。開幕後は、トリプル A 級、エルパソチワワズに配属されたが、4月25日に、メジャー昇格。ヤンガビース・ソラーテが三塁から遊撃に、コンバートされたこともあり、オールスター以降は、肖像類手として定着した。自己最多となる129試合に出場し、 打率264、13本塁打、46打点、出塁率、322を記録した。また、このシーズンは、左翼手として32試合に出場した。2018年は、開幕をメジャーで迎えたが、成績を維持できず、メジャーとマイナーを行き来した。前年からは成績を落としたものの116試合に出場し、打率235、23 7本類二25打点、出塁率、298を記録した。しかし11月20日にリーフとなり、21日に FA となった。2019年1月4日に、ミルウォーキーブルワーズと120万ドルの単年契約を結んだ。開幕は、三家のトリプル A 級サンアントニオミッションズで迎えた。5月14日にリーフとなり、16日に 再びトリプル A 級ミッションズ所属となった。マイナーでは113試合に出場し、打率309、14本塁打、62打点、出塁率378を記録した。8月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。以降はユーティリティプレイヤーとして32試合に出場し、打率232、2本塁打、10打点。 出塁率277を記録した。11月1日にトリプル A 級ミッションズ配属となった。2019年12月6日にショーン・ノリンと共に埼玉西部ライオンズと契約した。年俸8000万円で背番号は22。登録名は正のスパンチェンバーグをそのまま使用し、9文字で日本プロ野球史上最長となった。2020年は 開幕前の練習試合で結果を残し、一番左翼で開幕オーダーに名を連ねる。6月23日の福岡ソフトバンクホークス、1000の2回裏にマットムーアから来日初本塁打となる満塁本塁打を記録した。最終的に111試合に出場し、本塁打は山川穂高に次チーム2位、リーグでも9位タイの15本、3塁打はリーグトップの8本、 二塁がもリーグ3位の26本を放つなどし、打率268、オプスはチームトップでリーグ9位の807、打点小山川、栗山匠に次ぐ、チーム3位の57打点を挙げた一方、三振が2位浅村栄とより39も多い量、リーグトップの150、四死球も36で、出塁率は326にとどまった。 2021年は外野手から内野手登録に変更された。内外野守れるユーティリティプレイヤーであり、メジャー6年間で2類はザープラス0.5、DRS プラス6、3類はザーマイナス2.8、DRS プラスマイナス0、遊撃はザープラス0.1、DRS プラスマイナス0、左翼はザーマイナス3.4、DRS マイナス2、中堅は ザーマイナス0.1、DRS プラスマイナス0、右翼はザーマイナス0.6、DRS マイナス1の守備指標を記録した。西部での1年目は外野手登録であり、左翼手で72試合、右翼手で2試合に先発出場する中で、三塁手としても36試合に先発出場。外野手として先発した試合でも試合途中で三塁を守るケースが17試合あり。 使い勝手の良い,い起用がされていた。ありがとうございます。